ケルチはクリミア半島に位置し、黒海とアゾフ海を結ぶケルチ海峡に面した都市。ロシアによるクリミアの編入以降、ウクライナに代わり、ロシアが実効支配しているが、ウクライナはクリミアの独立とロシアへの編入を認めていない人口15万7千人。名前の由来は古東スラブ語ので狭い海峡のことを指している。各国語ではギリシャ語で、 パイアルファーニュータウヨタカッパパイアルファーヨタ、ニューという名前の要塞が建てられた。ボスポラスは、教区の中央にあり、キリシアキリスト教の影響下で発展した。576年には、ボキャン率いる特決の包囲攻撃を受けたが、それに耐え、ユターガー噴属の最後のハーン、アナガイによって救われた。7世紀、テュールク系のハザール人がボスポロスを支配した。町の名前は、カーカに代わり、 都道が町を治めた。この時代、町の主な宗教はキリスト教だった。洗礼者、ヨハネ教会が建てられたのは717年のことである。イッピフィオネスの首都アンデレの一生によると、8世紀後期から9世紀初期の間、首都教会が存在したということだ。900年代後半、町はハザール人からキエフ大公国への国家承継の中心となった。 ハザールのゲオリギウスツールは東ローマ帝国とキエフ大公国遠征のため1016年に統治者を退いた10世紀からスラブ人が移住してきて町はトミュータラクン王のものとなり町の名前もコーシェーブに変わったコーシェーブはキエフ大公国クリミアカフカースオリエント間の交易の中心地となった13世紀コーシェーブを含むクリミアは バトゥヒキールモンゴル帝国に侵略された。モンゴル人が去った後は、ジェノバ共和国の植民地セルコになった。港として利用され、町の人々は、声援や漁業に従事した。1475年、町は、オスマン帝国二条とされた。トルコの支配機関、ケルトは、錆びれていき、奴隷貿易の市場にされた、ザポロージャコサックの襲来に苦しんだ。イヴァン・アイバゾフスキーが、 ケルチの風景1706年、アゾフ海地域のロシアの軍事力が増大したことから、トルコは、ケルチ海峡のこの町の近くに、家に彼要塞を建設した。1771年、ロシア軍がクリミアに侵略した。1774年の旧竹海ナルジ条約で、ケルチと家に彼はロシアに譲渡された。その結果、トルコの痕跡はほぼ一掃された。1790年、 ヒョードル・ヒョードロビチュー社交付提督率いるロシア海軍がケルチ海峡の戦いでトルコ艦隊を撃破した。その地の利から1821年以降、ケルチは重要な貿易港並びに漁港として発展した。さらに古代美術館、たくさんの教育施設も作られた。ケルチ半島に莫大な鉄鉱石が埋蔵されていることが判明し、1846年からは、 鉄工業も始められた。1855年、クリミア戦争の最中、町はイギリス軍によって蹂躙された。19世紀後期、機械及びセメント工場軍が作られ、缶詰食品やタバコの工場軍も稼働し出した。1900年までにケルチは鉄道網に組み入れられ、ケルチ海峡の回路も充実した。人口は3万3000人に達した。第一次世界大戦と、 ロシア内戦の間、町は一時衰退したものの、1920年代後半には、鉄鉱石、夜勤をはじめとする様々な産業の拡大で、町は再び成長をし始めた。1939年までに、人口は10万4500人までに膨れ上がった。1941年から1945年の大祖国戦争期間中、ケルチは、 赤軍とナチスドイツ軍の激戦場となった。1941年11月、ドイツに奪われるが、12月30日には海軍上陸作戦によってソビエトに奪還された。しかし、1942年、ドイツは再び、ケルチを占拠。ケルチ半島の戦いでの赤軍側の死者、捕虜は16万人にも及んだ。1943年10月31日、 新たな海軍上陸作戦が開始され、最終的にケルチが解放されたのは1944年4月11日のことだった。しかし、ドイツ軍により市民の1万5千人が殺害、1万4千人が別の土地に移送されていた。ケルチでのドイツ軍の暴虐はニュルンベルク裁判で明らかにされた。大戦後、ケルチに英雄都市の称号が贈られた。 郊外にあったアジムシカイのカタコンベ軍はゲリラ活動の拠点となった。何千もの兵や難民がそこに隠れ、そこから反撃に加わった。地下では多くの死者も出た。後に、その場所に記念碑が建てられた。主要街道国がかける地の主要工業は、夜勤と造船である、以下のような企業がある。建設資材、食品加工、軽工業も都市の経済で重要な役割を果たしている。 また、ケルチは、漁港基地で、多数の水産加工品の重要な処理センターでもある。ケルチ海峡に面した港を持つケルチは、アゾフ海への交通の要所であり、鉄道のターミナルと、小さな空港がある。クリミア半島と、クラスのダル地方をつなぐケルチ海峡のフェリー輸送は1953年に、始まった。バスは、ケルチと、他のクリミア都市及びクラスのダル地方の都市を、結んでいる。 2004年現在、学校、ウクライナ及び、ロシアの大学の研究所、文校、造船大学、工芸大学、医学校、職業訓練校、たくさんの幼稚園がある。家にかれ要塞アゾフ海と国会に面していることから、ソビエト連邦の時代には、夏のリゾート地として人気があった。また近くに泥治療の施設もいくつかある。しかし、町が、工業都市で、 汚染もあるため、現在、リゾート客は限られている。しかし、ケルチには、古代の遺跡が多く、それが、観光名所となっている。代表的なものに、以下のようなものがある。ケルチでの考古学の発掘は、19世紀中頃から、始まった。ミトリダテス山のパンティカッパ4遺跡の発掘は、組織的に進められている。その近くには、古代の古墳もいくつか発掘された。ケルチは、 ユネスコのシルクロードプログラムにも参加している。ありがとうございます。